はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。高橋みともです。はい、今日は、仮面ライダー01、11話の感想です。11話の感想ですが、だいたい10話までの間に、ヒロマギアが、人間に攻撃することはなかったんですが、今日の放送で攻撃したっていう回です。そして警察が、逮捕しに行くっていうのと、ユアさんが、ザイヤ所属だっていうことを言った。そしてザイヤ社長、ザイヤ社長なのかな？まあ、ユアさんはやっていくと思ったが、甘く？まあ、基本人物が何か謎の行動をしてるぐらいです。まあ、11話のところいいとして、11話の見ての疑問点をまず言う。さっき言いましたが、まずザイヤの社長の言葉が俺気になります。気になるっていうか、最後の部分での、一回撮影現場に戻ったらどうですかって言って、大変なこと起きますよっていう、なんか、結局なんかそれ予告してるから、ヒルマギア？なんだっけ？滅亡人材ネットを操ってるの？もしかしてその、ユアさんの上の監督？上の人物？が操れるんじゃないか説。もしくは、なんだっけ、ユアさん自身が実は、ヒューマギア説も出てきてますね。人間じゃなく、ヒューマギア説がなんかありそうな気も。じゃなきゃ、あんなにその人のところに行くわけがないと思っておりますけどね。まあ、ジェイチャー、ここ。11話の放送で、ジュニアの放送でどうなるのか間違えました。どうしても朝プラが上がってるので、ちょっと、間違えたりしますけど、そういうことで、仮面ライダー01の11話の感想でした。ご視聴ありがとうございました。